皆さんこんにちは。こんばんは。コモノリングゲームズ、ベイ君です。おかめです。プラネットコースター実況続きいきますよ。声裏が減ったぞ。あ、お願いします。では、はい、早速オオカメランドやったっけ。オオカメランド、はい、オオカメランドの伝説続きいきましょうか。よろしく。よろしくね、今日もオオカメさん。はいというわけで早速いきましょう。はい、というわけでやってまいりました。でね、はい、今見てもらってんのは、みんなにね、前のオカメランドの状況、はいはい、そして、はい、あれが、うん、ドドン、こうなりました。やりすぎちゃう、これ。ごめんやりすぎじゃないですか、これ。止まらなくていや、木だけ生やすつもりだったんですけど、いやいやいや、これやりすぎですよ、あんた。ちょっとやっぱ面白くてさでは、はい、今日はどの辺攻めましょうか。そうですね、奥に行きたいのは山々なんですが、はいはいはい、あまり奥に行きすぎても、客足がですね、多分遠のくと思うので、まずは入って左側とか右側、こっち、ね、うん、とかこっちか、その広場からつながるように作りたい。 OK OK OK、はい。まあでも家族がやっぱ少なくなってきた。うん、確かに242人家族だけ、うん、なので、うん、まあ、家族連れ用を左側入っても敵はいいですから入って左側に作りたいなと。 OK、 わかりました。うん、じゃあやっていきましょうか。やっていきましょう。じゃあこれ破壊しようか。まず死ね死ねって言ってデリートキーをしました。この人恐ろしい人です。ちょっと曲がってますね、気になる。やっぱそうなる。え、だから長さ出しましょうよ。そうなるか。長さ出しましょうよ。ええー、やん。よし。ええー、やん。つながったね。完全なるまっすぐ、うん。定規ですわ、これが。綺麗。で、これで、こっち側に作りたい。オッケー。何かいろいろと。こいつ何やん。これ恐竜です。え、恐竜？日本で言う恐竜。ほう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 。ドラゴン。外国で言うとドラゴン。ドラゴン。しかもなんか戦ってるやつおるやんよ、みたいな。そう、騎士。これめっちゃ撃たれてるやん、かわいそうじゃない、どっちかっていうと。でも気にしてない。気にしてないね。それがドラゴン。すげえドラゴン。痛くない、全く気にして、うん、飯食ってもほら、飯だろ、岩、じゃがいも、岩食ってる、すげえ、うん、そういうこと。ファミリー向けを作るということなので、なんかライド探したいですね。じゃあライド行く、まず。あ、いいね、これ怖いやつだ。あー、これ怖い。ブランコ、ブランコ、これ。これめっちゃ怖いやつやんね。怖いやつですね。紐で吊るしてるだけのやつやろ。そうです、そうです。これ怖いよね。これブンブンブン回すやつですよね。これと、うんうん、じゃあ、タコ足置きます。タコ足って言ったら配線みたいな。タコ足配線置きましょう。タコ足配線と、オッケー、じゃあブランコのやつ。ブランコ行きましょう、じゃあ。オッケーです。あ、でも近くの方がいいんだな、確か。見えるから。見えるからね。うん、お父さん、あれ乗りたいって言うもんな。パーパーつって。パーパー、あれ乗りたい。ダディーゴー。ダディーゴー。ダディーオクトパスゴー。ダディーレディーゴー。レディーゴー。じゃあ流行ったね。やりましたね。近いね。でも入り口はこっち。なるほどね。で、出口はおい、ここです。あ、分かってますね、はい、あなた。入り口私が決めましょう。いい時間だ、決める。オッケー。回るか。あー、ぐるっと、うん、あ、見せる感じね。出口、超出口と並んでる時にもう全貌を見せるやつや、うん、お、いいやん、いいやん。でもそれこういう感じにして、つなげる。こう。もうちょい、うん、そっち側いいよ。これで。そこです。よし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 、完成。はい。で、はい、我がパークって、はい。ちょっとパーク管理見てもらっていいですか。パーク管理、はい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 。アトラクションとショップのアトラクションで、うん、今いくらなってます？あった。チケット価格、このバイキングは、そう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 。7ドルってことね。700円ってことかな、じゃあ。まあ700円以上やけど。で、普通に乗ってる、普通のなんか子供寄りのやつにあるじゃないですか、2個ぐらい。それはいくらでしたっけ？それによるんですけど。はい。あ、そうか、500円。これはね、500円。ワンコインにしたんですよね。だから。ワンコイン。でもね、私思うんですよ。暴走者って何なの？っていう名前にしたんですよ。暴走者。あ、これ名前全部決めてます。乗り物。名前決めてます。ぐるぐる。気球。ここまで普通でしょ？うん。うん、これは？はい。魔法少年ハリーです。あ、確かに、うん、でもおばさんなんですよね。少年ちゃうし、うん、おばさんだったっめっちゃおばちゃんやし。これ魔法少年ハリーね。そう、どっちかっていうと、うん、アースラーなんですけどね。確かにアースラーやな、うん、美魔女アースラーにします。美魔女アースラー。美魔女ってことはもう流行ってなくない？流行ってないと思いますけど。美魔女ってもう何年ぶりに聞いた俺。あ、でも450円なのか。これ元は450円よね。500円高いですかね。600円で乗ります。これだからパーク入るのはなんぼなん？0円です。
あ、パ、入園料0円。0円です。今はね。最初のは村だったから。最初、村だったから。村は別に一般公開してるもんね。そう、公園だったんで0円だったんですよね。村設定あったわ。そうなんですよ。すっかり忘れてた。忘れないでください。村です。はい。海の木津村。そうそう。です。あ、違う、村の名前そうやったんや。ええ。まあ、それね。そう。村の木津。あ、違う。乗ってみます？あ、乗ろうか、じゃあ。白いのと一緒に乗りますよ。来た来たいいよ、いいよ。あ、これ自分視点か。面白いですよね。あ、なるほどね。横にもぐるぐる回るわけか。そう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 。結構こうや、これ高さ選べそうやな。なんか、これ高さはね、勝手に。スティックで上に行くやつ。ほら来た。シャボン玉が。すごいすごい、シャボン玉飛んだ。屋根まで飛んだ。すげえ。なんていうか、ほんまにこれ、これすごいそうや。楽しい。シャボン玉は無条件で喜ぶからね、子供は。そう、食べようとするよね。食べようとする。そして飲もうとする。飲もうとする。だから絶対に飲まないでくださいって書いてる。ポイントあるぜ。もう目割ってきたからいいや。営業です。営業しました。やったやん。やったね。名前何する？これは、タコ足配線。OK です。タコ足配線、はい。いいですよ。完成しました。完成でーす。いやー、素晴らしい。さあ、来るかな、人。お、来てくれたらいいんですけどねー。うん、どうなんでしょう、まあ、とりあえず、まだまだね、これから、ね。作っていきましょうか、もっと。はい、ポーン！あ、乗れてきたよ。あ、乗れてきた、乗れてきた。ほらほら。よかった、よかった。よしよしよし。よしよしよし。この長い道を通ってね。いいですよ。シャボン玉飛んでくるからね、この間にも。そうそうそう。子供大喜びですわ。来た！OK です。来ました。はい。なんか全く一緒。一緒です。流れ全く一緒。で、いくらでしょうね。あ、値段決めようぜ。あ、500円でいいか。これ500円にする ?600 円かな。これもう600、審査が600円ですよ。家族から取れるだけ取るっていうのを教えてもらったんで、俺。テストしてください。じゃあテストして。はい。いいね。いっぱい乗った今。はい。曲。これでも、子供の時乗って、めちゃくちゃ怖かった。これ怖いよ ね、 なんかね、ほんまに怖いよね。これチェーン切れたら飛んでくなって。そう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 。チェーン切れたら、そう、遠心力だっていう、もうほんまね、それが怖かった。結構ほら斜めりすぎやろ。そう、で結構なね、下見てる、こんな感じ、うん、下見たらこんな感じ、やばい、お父さんとか言うてる暇ないで、こんなもん。ないなんかね、顔こわばるんですよ、絶対。子供の時乗って、あー、店の人思ったより怖いみたいな。営業じゃいします。あ、めっちゃ来てる、めっちゃ来てる、こっち。いいじゃないですか。さあ、なんて言ってます。よしよしよし。これ乗ってる人に聞けんの、こうやって。そのまま触れば、タコ足配線はあまり長く長くなくて良さそうだ。敵かっこいいって言ってる。あ、これも名前決めますか、じゃあ。 OK。 ね、落下中、ひでえ、ひでえ。落ちるぞ、危険。落ちるぞ、切れるぞ、危険。切れるぞ、いいね、いいね。切れるぞ、危険で行こうか。危険、切れるぞ、危険。ブランコーン、ブランコーン。切れるぞ、危険、ブランコーン、うん、ブランコーン。あとは、なんだっけ、ブランコなんですけど、ブランコーン。なんか、英語で言うとブランコーン。ブランコのことブランコ言うでしょ。切れるぞ危険、うん、ブランコ、ンめっちゃいいやん。完璧やん。いいね、これは売れるね。ほらもう来た、おじさんです。掃除のおっさんやった、これ。まあ働いてるの、ちゃんと。でこの給料割といってよ。挨拶せえ。挨拶せえ。回すな、はい、あ、でもいい感じじゃないですか。いいやん、いいやん、ここ、うん、まとまってるね。はい、でもね、思った、うん、入り口から実は見えない。確かに。よし、今日は遊園地だ、遊べそう。イエーイ。さあ、どこ行こうかな。どこ行こうかな。全然見えないね。全然見えへんやん。このお店、うん、撤去。これをちょっと場所を変えますか、じゃあ。いやな、この木とかも。木は別にいいでしょ。木は別に。木はいいでしょう。木には優しいですね。そう、木には優しい。自然に優しい女ですね。伐採しちゃいけませんよ。当たり前じゃないですか。優しいね。いや、これ店やね、やっぱり。分かった。じゃあこのお店はでも人気なんじゃないですか。どうなんですか。1200円もしません。すげえ。1個。こんなに商品あってそれぞれ全部選べんの、これ。選べるし、これは売らないとか。すげえ。できます。しかも1個の店立てた時に利益、利益見て。マイナスですね。マイナス。
全然利益出てないやん、この店。これじゃ売れてないってことですよね。これダメやん。じゃあ撤去しましょう。逆に右のフードの方は並んでるんで、早撤去です。じゃあ。いや、それは多分ね、チーズビーフは今結構来てると思います。ちょ、これ見よう、これ見よう。どんどん。それ、チーズビーフ。マイナス。マイナス。この遊園地、このゆえちゃん、このブラ大丈夫？このブラなんか維持費ですよ。高い！このブラ大丈夫ですか？1200円のチーフバーガー食べます？食べないっす。チーフバーガー800円。ね、チーフバーガーってチーズちゃん。チーズビーフだからチーフ。チーフビーフ。あ、チーフビーフか。うちチーズビーフと思ってました。何言ってんだ、本当に。何言ってた、今。カタカナめっちゃ言ってたけど、全然わからなかった。じゃあ、値段変えましょう。いや、でもこのね、はいはいはい、このハットがね、ダメだね。どう考えても高い。じゃあ、それは。高いっていうのは、あれです。こういう意味で高い。ほら、一回やめましょう。完全にこれもう、ミスあるとは思えない。あ、今こう買おうとしてる。さようなら。ほら、めっちゃ見えた。人間ごと消したの見ました。ね、すげえな、あんた神か。人間、神かもしれません。神か。じゃあ、ここになんか警官で、ちっちゃいやつ置きましょうか。そうやね。でかいっす。でかいっす。じゃあ、ここ村だからね。今まだ村。今後考えよう。いいね、いいね。これ何これめっちゃ面白いやん。めっちゃいいじゃないですか、これ。あ、置く前にちょっとどかすか、葉っぱ葉っぱこの葉っぱどかそう。葉っぱどかすって言った万歳千個と自慢しちゃったのにこの葉っぱあれ、葉っぱ扱い。あ、違います、これ葉っぱはちゃんと戻します。戻しますよ、万歳千個って言ってて。戻します、戻します。自然に優しい女どこ行った。まあ村っぽさは全然いいね、こっちの方が、うん、もしくはこういう屋台みたいな。あ、村っぽいね。とかの方がお祭りっぽい。村っぽい、村っぽい。分かってました。じゃあドラゴンみたいよな、この村。そういえば、あ、そうなんですよ。実はドラゴンはたまに出てくる村なんです。怖いですよね。たまにドラゴンがこう来る、遊びに来ちゃう村なんです。村なんです。そうなんで、片付けてセリフが。ドラゴンということに対して、ドラゴンたまに来んねん、ドラゴン、うん、そう、たまに。そんな日常会話、たまにドラゴン来んだよね。全然日常の村じゃないっすよ、それ。日常茶飯事です。どうでしょう、これで。とりあえずいいやいいや、とりあえずね。で、ここの周りの景観に関しては私が後で手をつけます。なるほど、伐採ですね。いいです、はい、見てないところで伐採ですね。伐採じゃないです、ちゃんと植えます、後で。あとで。はい、この水たまりを、はい、もっと増やしたいんだったらここから奥にガーって利用するか、開ければ OK です。ってことは、はい、こっちにこう、こっちに来さそうや。なんで？で、なんかこう子供が、うん、ここになんかおって魚が釣りできるとか。そういうのないですよ。そういうの釣り堀とか全然用意してないですけど。全然興味示さんか。いいですか？あ、でもいいね、なんか。ほら、いいやろ、いいやろ、これ。なんか、湖が裏にあるのいい感じですね。そうそうそう、それを言いたかったの、俺。ほら。ほら、でも、いいやん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 、それ。何それ。急にええやん。急に。急になんなん、それ。下に降りれるよ、みたいな。そうそう、そんな感じ、そんな感じ。いいやん。釣り堀やん、それ。いい感じ。ほら。お、めっちゃいい、めっちゃいい。あ、じゃあもうそこ降りれるようにしようぜ。ここで縁石なくす。ことによって、ほら、なんか靴べらみたいになったよ。なってなってなって。靴べら。うん。どう？いいんじゃないですか。ここからはもう自由です、あなたの。はいはいはい。だからここにいてほしいな、何か。なんか、なんか変なさ、怖いのね。怖い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 。これ水の中でーす。あ、ほんまや。お、すげえ、神秘的じゃない？すげえすげえ、意外にすげえ。すげえ。意外にすごかった。おぉ、ブク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 。忍者自分。ロロロロロロロつって、どうやってやるんだろう。あぶねー、喉乾いた。飲め、これ。おかしない、そう、飲め、ここの水。これ飲んでください。トイレの水がいいから、こっち飲んでくれ。これ、実はトイレの水ここに流れてますから。やめて。裏事情言わんといて。だとしたらどうしますか。だと、あ、分かった、ベンチ置けないのかな。あ、置けないか、道がないから。あ、いけるいける。かし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 て。無理だろ、道がないと。来た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 。できた。靴べら。べら。ベル、ベロ。なんかダサい。ダセ。おお、いいよいいよ。みんなでここで遊んでいいよ。おお、ここで PSP とかしよう。そういうこと。モンスターハンターしよう、ここで。ええやん。ですね、こういうのを置けるんですよ。何それ。私ね、これちょっと勉強しました。めっちゃええやん、それ。なので、どう？
いいよ。こっちの方がいい。こっちのなんかこう。ああ、でもそっちもいいね。歩いてる人よ。歩いてる人にもかかるみたいな。ええやん。並んでる人たちが退屈しないね、これ。そう。わーってなるよ、ね。もう、水じゃんってなる。水飲めるじゃん喉乾かないじゃん。うん、うわ。喉乾かないじゃん。やったじゃんみたいな。うん。水不足解決。わーってなるよね、これ。うん、解決した、解決した。よしよしよし。解決ですかね、これ。いや、ここね。ここが気になるね、俺、ここ。ここはムラの名前変わってないけど、ね、分かった分かった、これをうんリラックスして、ほん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 、今のこれ誰だ誰だ、これ姫か、これムラの木津村じゃなくなる、これ。よし、あー乗っ取られた、この姫みたいなやつに。オッケー、ピーチ姫みたいなやつ隠れ姫、どっから隠れ姫、隠れ姫隠れ姫見つけてください、からの、いいよいいよいいよ、あ、じゃあ姫後ろみたいな感じする、そんなバカな話あります姫後ろ後ろみたいな感じで、後ろ後ろにするなら、うん、いいのありますよ、ある、いいのちょっと用意しますよ、ました、いいのありますよ、しましたか、ちょっと待っててくださいね、はい、来たんちゃうこれ、姫怖い、後ろ姫後ろ、姫後ろ後ろ、ちょっと姫目線で言っていただいて、よし、ちょっといいね、ここ、景色めちゃくちゃいいやん、いいや、姫かわいいな、姫かわいい、姫後ろみたいな感じでどうでしょうか、素晴らしい、じゃあもう一回一応全体見せましょうか、そうね、ちょっとじゃあ開けてもらって、全体を見せて、うん、こんな感じでございます、はい、いいね、いい感じじゃないですか、うん、これ、ね、ここがすげえいいわ、盛り上がるでしょ、それの、これのおかげで、うん、いや一気にこっちも盛り上がりそう、そうだよね、恐竜インジ、恐竜っていうか何、バケモンインじゃん、バケモンインのかよってなって、みたいなんで言ったら、タコもいるわ、 そうで、ブランコ危険やし、切れたら、そう危険だし、左危険ゾーンですね、危険、全然家族ゾーンじゃなくて、家族ゾーン、いや家族ゾーンどっか行ったねみたいな家族ゾーンどっか行ったけど、家族ゾーンがないまたね次回、はい、考えて、うん、何するかを考えといて、うん、またそれをね作っていこうと思いますので、ぜひ皆さん楽しみにしていただけると幸いでございます。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。楽しんでいただけたらぜひね高評価よろしくお願いします。お願いします。高評価めちゃくちゃ喜びますのでよろしくお願いいたします。お願いします。それでは次回もお楽しみに。コロリングゲームズのベイ君でした。岡部でした。バイバーイ。隠れたわ、タイミング。